皆様こんにちは、ハンパスアートのいろはです。今日はハンパスアートでどんぐりを描いていきたいと思います。実施をするのはダイソーさんの18色入り A タイプパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にどんぐりと葉っぱと丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちら使いやすいようにカットしていきます。それでは早速描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。黄色やクリーム色、オレンジ色、赤色や茶色、黄緑色や緑色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。続いてどんぐりの型を好きなところに合わせて動かないようにテープで固定します。内側に色を塗っていきます。続いてどんぐりの型の内側を切り離した状態で下側だけを当ててテープで固定します。下側だけを隠した状態で上の色を消しゴムで消していきます。続いて葉っぱの型を好きなところに当てて内側に色を入れていきます。好きなところに数を増やしていきます。続いて丸の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。
黒ペンで顔を描いていきます。白ペンで艶を描き入れます。小さな光を入れていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでどんぐりの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。